周東秀夫は、日本の政治家、官僚、農林大臣や自治大臣などを歴任した、肖像医、君一等局実大受賞、山口県大津郡三隅村生まれ、少年時代より、京都で過ごし、京都一中、第三高等学校を経て、1921年、東京帝国大学法学部独法科を卒業、農商務省に入省する。後に、 農林大臣を務めた井野広屋の懐がとして農林省米国局長、農務局長、総務局長の養殖を務める。その後企画院、第四部長、商工省物価局長官を経て、1942年、帝国輸料統制会社初代社長となる。戦後の1946年、第一次、吉田内閣にて内閣副書記官長に就任し、書記官長、 林常しのお株を奪う八面六臂の活躍ぶりを、店、吉田茂に引き立てられた。1947年、前年の総選挙に出馬予定だった、安倍博士の後継役として出馬し当選しながら、公職追放された、木村義雄の後継役として、第23回衆議院議員総選挙に自由党から、旧山口一区にて立候補し当選する。以後当選を重ね、 通産休会。吉田政権下で徴用され、1948年、第2次、吉田内閣で、農林大臣、1950年、第3次、吉田内閣第1次改造内閣で、国務大臣として入閣する。保守合同後は、高知会に所属し、1960年、浅沼稲次郎暗殺事件のため隕石辞任した、山崎岩尾の公認として、自治大臣となり、 続く、第二次池田内閣では二度目の農林大臣に就任する。この多自民党政調会長も務めた。1969年、政界を引退。1973年、君一等局日大受賞受賞。1981年8月8日死去。去年83、のぶ、肖像くらい。ありがとうございます。